ビルヘルムライブル、パールシニエイ・メルシェの肖像、1869年のパールを友人ライブルが描いた、油彩が、キャンバスに油彩、ブダペスト国立西洋美術館所蔵、ハンガリー芸術大学学長に就任した1905年の写真、ディップルローナイ・オージェフ、パールシニエイ・メルシェの肖像、1911年のハンガリー芸術大学学長としてのパールを描いた、 油彩画が、厚紙に油彩ハンガリー国立美術館所蔵。シニエイメルシェパールは、ハンガリーの画家。分割された色の輝きを精緻に画面に固定する画法で知られ、印象派になぞらえられる。若い頃には評価されず、画壇から離れていたが、1896年になって、ようやく正当な評価を得て、王家となり、1905年から1920年の、 間はハンガリー芸術大学学長を務めながら、後進を育てた。シニエイメルシェが、聖、パールが個人名である。ハンガリー語では、ハンガリー人の人名を、聖、名の順に表記するため、シニメセピエルとなるが、ハンガリー以外ではピエル、シニメセ、またはピエルニメセと表記されることが多い。P ・リットルオカシラ文字で表記した、シニメセピや、 生が前にあることをより明確にするためのカンマを添えたシニメセ P、リットルシニメセ P が用いられることもある。日本語ではシニオ、をニエイと表記するのが通例であるが、スイニエイ表記もわずかに見られる。生誕地はオーストリア帝国ハンガリー王国領、セペス軍の町シニエウイファル、現在のスロバキア共和国東部のプレシ証県にある町。 フミニアンスカノバーベスであった。パール少年は、この地の貴族の家に生まれている。父の名は、ラース・ロー。第一子は、長女にのん。第二子の長男が、パール本人で、子はその下に公認も受けている。1864年に、家族の支援を受けて、ミュンヘン美術院に入学し、アレクサンダー・フォンバーグナーに支持する。 1867年から1869年の間はカール・フォン・ピロティに学んだ。ここで同年代の画家ビルヘルム・ライブルと知り合っている。ライブルから外交派と呼ばれる動向を教えられると、1869年に開催された多くの展覧会で、クールベ、バルビゾン派、マネなど、フランスの先駆者たちの活動を知った後、美術院で学ぶのをあっさりとやめ。 フランスの革新的な画家たちに習って野外にキャンバスを持ち出し、独自の絵画を追求し始めた。1870年に、不屈戦争が起きると、イタリアのジェノバに移り、しばらく泊まった後、父親の指示で帰郷した。画家として認められなかったので、1880年代は絵を描くのをやめ、ハンガリー貴族としての生活を送り、 ハンガリー議会の議員として働き、芸術家教育の改革を提唱した。また、1874年に結婚している。その後、かつての作品が認められ、画家としての活動を再開することになる。1896年の5月2日から11月3日にかけて、マジャル人国家の建国1000年を記念して、建国1000年祭博覧会が、 オーストリア・ハンガリー帝国の第二帝都ブダペストで大規模に開催されたが芸術部門での展示を通じてパールはようやく正当な評価を得、これをもってハンガリーが団の大家となった。1905年にはブダペストにあるハンガリー芸術大学の学長に就任し、ハンガリーの若き芸術家たちを組織的に育てる立場になった。オーストリア・ハンガリー帝国時代のナジバーニャの 芸術家村に集まった芸術家たちを支援したことは特に知られている。オーストリア・ハンガリー帝国の崩壊後に起こったハンガリー・ルーマニア戦争の終戦間もない混乱の中にあった1920年2月2日、ルーマニア王国軍占領下のセペス軍の街ジャーニで死去した。共造。ありがとうございます。